なるほどさん。君は、まこちゃん。この子は鈴木まこ。以前僕が弁護した婦人警官だ。先輩の警察官を殺害した容疑だったんだけど、どうしてこんなところに。無罪になったはずじゃ。よくそんなこと言えるっすね。あんな雑な弁護で有罪心をしといて。いやいや、ちゃんと説明するから。偽物。正直なところ僕も信じられないんだけどね。でも今思うと確かにちょっと変だったかも。ちょっと？はい、ちょっと背が高かったし、ちょっと目つきが悪かったし、ちょっとダミ声のちょっと関西弁で。全然違うじゃないか。でも頭はちゃんとギザギザだったし、スーツもちゃんと青かったっす。あ、そりゃなるほどくんだ。やれやれ。ね、まこちゃん、その格好は？実は鈴木、あれから警察を辞めて今はレストランで働いてるっす。へえ、レストラン。それで何があったの？あれは先月のことだったっす。お店で二人の男がコーヒーを飲んでいたっす。そして男が相手のカップに毒を入れたっす。被害者は一口飲むなり、あまりのことに私